はい、女子プロから学ぶですね、今度はフック修正、チンピン修正をですね、やりたいと思います。女子プロの方はドローボールを打つんですけれど、インサイドアタックっていうのは当たり前なんですけれど、特徴としてはですね、クラブがこう寝ないんですね。寝ないで、あとインパクトで手元もこう低い。そうすると非常にこうコントロールされた、ドローボールが打てるんですけど、アマチュアのですね、インサイドから来てもフックで悩んでる人っていうのはですね、ダウンスイングでシャフトがこう寝てしまう。ヘッドはインサイドなんですけど、かなりこうヘッドが落ちた状態でですね、そうするとインパクトで手元を見てしまうので、プッシュアウトが出たり、あとそれを嫌がってフックしてしまうという、どうしたらこうダウンスイングを正しく、あとインパクトで手元を浮かせないかというところがテーマになります。それは実はダウンスイングを意識するのではなくて、バックスイングで正しく腕がですね、こう回ってない方が非常に多いんですね、フックで悩んでいる方は。例えばこの両手をですね、同調しようとずっとすると、シャフトをクロスになって、次はこう寝て入ってくる。ずっと同調しようとするとシャフトクロスになって、次寝て入ってくると。これが正しく腕がですね、こう回ってくる、回ってくるとここも回ってきますので、テイクバックが非常にこう鍵になります。で、そのイメージはですね、ハンガーを使って、やっていただくと非常にこう分かりやすいドリルがありますので、実は同調しすぎると腕が回らなくなりますので、左手はどちらかというと下に、右手は少しこう引き上げる感じ、左右の手が違う動きをすることによって正しく腕がですね、回旋してくると。そうするとシャフトクロスがなくなってきます。その分かりやすい、ドリルがですね、ハンガーで左手はまあ下にも、で右手はここの部分ですね。でこういう形で左手は少し下げて、右手は引き上げる、このイメージですね。このイメージでやると、ハーフバックの時にハンガーが勝手にこう正面を向きます。そのまま上げると、まずシャフトクロスではなく、ダウンスイングを寝て入ってもらってます。でこれが腕がうまく回らない人は、同調とかフェースをボールに向けようすぎてこうなってしまう。このハンガーを使って左手と右手のこの動き、下げと引き上げの動きをですね、少しずつやっていくと正しいトップの位置になって、ダウンスイングも自然とですね、クラブが出なくて、手元も低くなってきますので、この左腕と右手のですね、使い方をちょっとフックチンピンで悩んでいる方は、試してみてください。